片倉村連は、江戸時代中期の仙台藩、伊達家重信。通称は小十郎。白石片倉家八代当主。教法十二年、仙台藩家老、松前広隆の次男として誕生。陽名重九郎、雄之助。署名は、景官。祖父は三代、片倉影長の実弟正木明広。宴石の白石領主、片倉村邸の養子となる。 藩主聖師、宗村の遊び相手を務めた。官報三年、養父の隠居により、家督を相続して白石領主となり、藩主、宗村の返記を受け、村連と意味名を改める。同年、宗村の藩主集法の御霊根城の際に、江戸城で八大将軍、徳川吉宗に拝越する。同年、宗村に、牧場解説の命を受け、 翌延京元年勝田軍七日原に解説する。関縁元年、宗村の妹、郷姫と結婚する。里姫との間に、一門立村隣室となる、香る姫を設けた。法暦二年に、正室郷姫が死去する。法暦四年、諸子、影吉を着手と定めるも、法暦十年に没したため、その弟重五郎を着手とする。法暦六年、藩主。 伊達十村の藩主集法の御霊言帳の際に、将軍吉宗に拝越する。同年幕府観察使が白石城を訪れ京王にあたる。明和五年六月二十三日没。共年四十二。家督は村天が相続した。墓所は宮城県白石市の片倉家病所。賢しな道あるみ代は、家長の色かも、おのか、時を高えす。ありがとうございます。